どうもエルザです。それではレムナントやっていきたいと思います。まあ、今回はねちょっと武器の強化であったりとか、あとはそうだね、まあ、もっともね全然手に入れてなかったんで、そのあたりもちょっと確認しようかなと思います。でまずビームライフルのアップグレードだね。一応今回にしとこうか。スクラップが全く足りないんで。仕方ないわね。はいはい。ワールドブレーカー。はあ。ハンマーか。ため攻撃によって敵をよろめかせる強力な攻撃は可能と。はいはい。イバラのマントと、頭骨か。そう、よかったわね。じゃあ消えて。なんかそんなにビームライフル手に入ったからまだマシかっていう感じだね。あ、鉄が足りぬ。達者でな。まあこんなもんで、あとは洗練された鉄を買っておきますか。ちょっとね、ビルドというか武器を入れ替えました。サブマシンガンをちょっと強化していこうかなと、今思ってるんで、ミッキーがねまた後で。まあね、スクラップが足りんね。よし、じゃあ行きましょう。黒い太陽の解放だね。モノリス、荒れ地の商人のところかな。さあ戻ってきました。どっちだったっけ、なんかすごいすごいところがあったよね。あ、はいはい、そっちだね。これをまっすぐ行って左だね。そういえば指輪をね手に入れたんだけど、ちょっとね銃というか指輪を変えてみますか。これだね。高えな。んじゃ、刺してみますか。これではないんだろうね。さあハウリングキー。おお、あ、でも確かにそれっぽくは見えるな。あ、取ることはできないと。さあ、開いたねー。たっけーなー。何が待っているのか。ちょっと待った。ちなみに、よし、行こう。ダンジョンか。一応チェックポイント触っときますか。
まあビームライフルね、ちょっと試していきたいよね。あれ？もう結構一本道な感じがするね。不死の間。おお。何が出てくる？あ、この世界にもいるんだ。長く険しい道を歩んだそうだな。旅人よ、何を求めてここまで来たのだ。あー、フォードという名の男を探している、うん、そやつの話を耳にはした。だが、よう騒乱役には選ばなかったようだな。実に残念だ。何十世紀をも見てきた世よりも、あの愚かな明かりに時を浪費するとはな。例えば、世にはお前の求めるものがわかる。そうなのか？幼き者よ。世は何年にもわたって、物事の本質を問うための瞑想を行った。世界の調和における模様やありさまを見てきたのだ。お前の世界はグアルイに制圧されたのか。お前たちがルートと呼ぶもののことだ。我々も同じ境遇にある。彼らのみが真の敵だ。お前は救済を求めている。そして世がその鍵を持っている。この鍵はお前が求める場所へ導くものではない。お前が行くべき場所へのみ導くのだ。この鍵はお前の言う救済について知っている。お前よりも深く。なんかでもただでくれそうな感じはしないね。何が望みだ？お前は思ったよりも聡明なようだが、忠告しておくが、この鍵は決して安全なものではない。多くの者が望まぬ死へと導かれた。だがしかし、取引の提案なら可能だ。これは世からの慈悲である。秩序なく野蛮、腐敗した家畜に踏み荒らされている。だがグアルイの手の及んでいない、そんな世界がある。そしてそこの住人は皆とある怪物を崇敬している。その怪物の心臓を持ってくるのだ。ほう、そもそもまだ聞きたいことがある。お前は時を無駄にしている。なんだと？これだよね、必要とする心臓を持つ怪物とは。理解できぬか。かつての我々のガーディアンと同じように、怪物は彼らの世界を守っているのだ。まあ了承しておくか。とりあえず様子見よう。勝者はいつの時代も聡明なものだ。強い信念とともにこのポータルへ進むのだ。信念こそがお前が扱うことのできる唯一の武器なのだから。なんかものすごい言いようには言ってるけど、言い方はね。なんとも言えないね。今のところ味方判定か。
まあとりあえず今は指示に従っていきますか。すごいね、沼地かな。さあチェックポイント、なんか文明的にはさっきのところが未来かな。うん、強い。あ、でもこれは効率的に当てれないと結構きついかもね。はあ、これ強いね。なんだお前は。いや、てか敵の数がやばい。黙ったわね。いやー、てかマジで楽だなこの武器。とりあえずサブマシンガンで撃つ。あ、まあ、こんなもんか。で続けれればっていう感じか。っていうか、敵多いね相変わらずね。とりあえずまっすぐ行こうか。行けるところまでガンガン進んで。ん？しまった。こやつがちょっと癖あるな。なんか喋ったね。あ、いる、なんか。マジか。つえ。安全地帯全くないね。あー、でも火だ火だ火だ。これだね。まあでも数が多すぎるわ。いやあれ
動いたよし。火だね。危なかったわ。まあ腐食ってなんだろうね。溜まると一撃かな。かなんかステータス異常的なので言うと防御力下がってるとか。いやー、虫だねー、相手してるのはなんかねー。お、撃破で、メッキ加工済みがめちゃくちゃ手に入るな。よし、危ない。あっち行けそうだね。こんなもんだったか。まだね、マップ的には探索しきれてないところもあるから。なんか探しがいはありそうだね。よし、見つけたね。上と下もあるのか。お、早速チェックポイントだね。これまさか肉屋の隠れ家。ボスじゃないよね。なんかやべえな、これはボス戦ですね。やっちまった。やべ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 。
炎上が強いね、この武器はね。連続的にダメージが入るのはでかいけどね。さあ、あとは燃やして、これいけたんじゃね。はい、お尻ほらほら、お尻お尻。あまり強くなかったわね。うん、まあ手間はかかったけど大食感。まあ本当はね、手間はかかったけど、そんなやべえかって言われるとそうでもないっていうか。珍しく倒せたね、さっくりで。気になったのが、降りれるんだよね。あー、こっちにも逃げれたってことか。いや、あ、ここはアイテムか。あ、でも降りれないっていうか出れなくなってたから、そんなもんか。これ以上入らないわ。空きがないわ。空きがないわ。バッグがいっぱいね。よし、これでオッケー。とりあえず取れるアイテムは取ったって感じかな。あー、炎上が強いか。今んところやっててね、炎上が強いから放射線がボスに効いてるって感じがないんだよね。あ、とりあえず出ますか。基本的にこの脱出場所は出ると思ってたんだけどね、場合によっては出ないんだね。さあ、裏口から出ましょう。いやー、よかったよかった。よし、チェックポイントも来たね。まあ、沼地の怪物がね、そもそもね、あー、さらに進んでいくって感じか。じゃあさっき手に入れたやつを見に行きますか。ハンマーっぽい気はしてるんだよね。さてさて、強化強化。まあ強化もだけど、先にこっちか。私に構わないで。やっぱモッドかな。仕方ないわね。
私が見てあげる。テバステイター、銃が手に入ったね。バイルバンカー、125ダメージ与える巨大な杭を発射すると、出血なんだ。これちょっと見てみますか。そう、よかったわね。じゃあ消えて。どんな感じ？私に構わないで。あ、はあ、そういうやつね。あ、面白そうだね。32。また会え。任せな。32か。レーザーもね、遠距離で確かに使いやすいんだけど、なんだろうな。連続でタン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 って当たってる感じなんだよね。ボスではちょっとあまり発揮はしないかな。上げてみよっか。あ、まだいっけ。あー、コインが足りない。あー、千連積み。あ、57。結構いい感じだね。ちょっとリロードがちょっとめんどくさいか。リロード速度上げててこれか。クイックハンドね。ちょっと速くなったね。ちょっとね。リロード速度は20。さあね、スタミナはちょっとね、取っときたいんだよね。まあ、悪くはないか。了解。じゃあ、これでいこう。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、次回は、そうだね、続きをやっていくんだけど、ちょっといろいろ武器も強化しながらやっていこうかなと思います。ということで、そうですね、ここまで登録。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。